聞いて聞いて。何ですか。最近さ、ジンジンさ、一時期さ、有名な方とかにフォローいただいたらさ、ご、うん、フォローされてますよっていうやつだっけ。はい、されたの誰かに、誰にして。あんた分かるかな、この女優さん。分かる。あ、知ってる。ジンジン好きやねん、この人、うん、あ、好きそう、あんたこれほんまにごフォローしたんじゃないの。でもだってさ、あんたポジティブすぎる、さすがに。せーの、タカノピースです。ということで、最近巷で流行っている MBTI 診断っていう MBTI 診断っていうものがですね、はい、あるんですけれども、あれね、あの韓国では MBTI で就職先が左右されるというね。すごいよね。あとお見合い、恋人とかも全部最近は MBTI 何？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 とか。え、でもほんまにあれ、先生、今の時触れると思うんですか。うん、それはなんかほん、いつも通りかな、うん、いいえ、いいえ、私は結構今胸を張って頑張って。あ、そうなんや。はい、全然違う。え、なんか MBTI 何？とかで、うん、あ、じゃあ私と一緒やとか、なんかそれから仲良くなったりとかね。ちなみに、お互いそれぞれですね、プライベートでも MBTI を診断をして、自分は2回やって、2回とも ENFP っていう広報運動家、はい、人口の約2番目に多いと言われている。言われている。なんか16種類あるんですよ、性格の種類が。そう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 。自分はどこに当てはまるかで、1番の人はじゃあ3番の人とめちゃめちゃ相性がいいですよとか、そういうので、なんか人間と人間を知っていこう的なやつ。田中側、私は ISTP なんです。スリルを求める単独主義者。私の場合、逆にパーセンテージ的には日本人とか全部の中でもだいぶ低くて、うん、女性がこれっていうのもめっちゃ珍しいって言われてるやつらしいです。なので、うん、今私たちはすでにもうプライベートの方では診断しているけれども、まあ、もう一回ね、改めてなんかその ENFP って時期によってとか変わることもあったりとかするので、2人でちょっと今日は MVTI 診断の実際質問を一緒に声に出しながら、そうそうそう、見てる人おったらやってみて。そうなんです、ぜひお願いします。じゃあやっていきましょう。 MBTI、 それでは定期的に新しい友達を作る。私は同意しない。あんたは同意する。同意する。7パターンあんねんな。そう、7個あんねん。同意する、ちょっと同意する、まあどちらかというと同意する、でどちらとも言えない、うん、で、あんまどちらかというとは同意しない、で、ちょっとだけ同意しない、で、めちゃくちゃ同意しないみたいな。他の人が泣いているものを見るとすぐに自分も泣きたくなる。同意しないかも。いや、ここで全然違う。だって泣いてるのはその人が泣きたいから泣いてるわけで、人事はその状況でもらい泣きしちゃう。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。同意しない、うん、そうね、ここ全然真逆かも、私たちの答えって。全然違う。許可口論するのを見るのが好き。ブレイキングダウンってこと。ブレイキングダウン好き。好きやね、めちゃめちゃ。縦の喧嘩は好きじゃないけど、意味がある口喧嘩とかは好き。あ、だからお互い正義があって。あ、そうそうそう。あ、そうだったら好きかも、人事も。注目を浴びないようにしているわけだからはい、いいえ。とても急に機嫌が変わることがある、私あるわ。急にはない、ちゃんともう、あの、プロセスがある。プロセスだる。計画が途中で中断されたら、できる限り迅速に迅速、あ、迅速、はい、迅速に、迅速って靴やね、あの、迅速に再び軌道に乗せるものが最も重要だ。やばい、全然見ようかな。計画が途中で終わりー、終わりになったら、あの、もう早めに軌道を乗せるのが最も重要。早くって、だから軌道修正するのが大事。それはそう、いろいろなことに興味がありすぎて、次に何に挑戦するか決めがたい。あ、わかる。やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。それはわかる。お風呂とか入っちゃいたい。いや、そうなの。でも、頭では分かってるけど、無理じゃない。え、私先入っちゃう。めんどくせえ、マジ。偉いね、それ。マジ偉い。電話はかけないようにしている。いや、でもそうかも。だってこいつに電話したらいつもハテナで帰ってくるもん。電話とかも全然ちゃうじゃん。え、だから携帯とか捨ててほしいですよ。先生、先生、次で、先また話変わってくるので。誰かに非があっても、その人が周りに悪く思われないように、私は細心の注意を。これ性格出ると思う、マジで。誰かっていうのが親友とかだったら、いや、この子も何かの間違いで、こっちもさ。だから別に良くも悪くも周りに思われるか思われないかと別に何もしない。なんで私がそこで動く必要があるのか。そうだよな、だからやんないよね、別に。最初だから注意を払わないってことだよな。そうやな、だから自分のことは自分でしなさいよっていうスタイルからさ、うんうん、あ、結果早っ。私また一旦今出たのは INTP、うん、何が変わったの。 N と S が変わった。
あー、なんかなんと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 かやんか、うん、でここ2択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 みたいな感じで、はいはいはい、ここが入れ替わることがある。あれ S は現実主義者で N が理想主義やねんって。あれが理想と現実が変わっちゃうってことやんな。論理学者。かっこよ。物事をロジカルに考えるのが得意。興味ないことはとことん興味ない。オタク気質なとこがある。人からどう思われているか気にしない。自己肯定感高め。かっこよ。でも私それやったら ISTP より INTP じゃない、どっちかというと。うん、これどの道あんたの今選んだやつも、うん、INTP は人口の 103% を占める希少な性格タイプです。あ、そう。少ないって。で、ちなみにじゃあ誰と誰が相性いいとかがある。あ、はい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 。それあ、ここ相性普通、居心地いいけど何かが違う。この関係性は好奇心が旺盛な点などどこか似ている部分もありますし、苦手な部分も変に干渉することがありません。したがって一緒にいるとリラックスできて心地よく感じるでしょう。共通の話題などを話し始めたら話は尽きることはなくどんどん盛り上がっていきます、うん、しかし仕事などで同じ目標に向かって協力し合おうとすると問題が発生しやすくなります。お互いに無意識のうち相手に期待することが異なるため相手の行動に違和感を感じてしまいます。同じ目標に向けて協力する場合は分業制にしてお互いのプロセスには関与せず結果のみ共有する形の方がスムーズになるでしょう。とはいえ問題が生じても結局すぐに元通り仲直りして元のリラックスした関係に戻っていくことが多いようです。一緒にいると居心地がいいから仕事しないでついおしゃべりしちゃう、そんな相性なのです。どちらかというと仕事仲間より友達として最適なのかもしれません。まあめっちゃわかるかも。めっちゃわかる。えぐない？わかる、まんまって感じ。くっそわかる。はい、じゃあ田中側の論理学者 INTP 型のね、うん、性格を申し上げます。物静かで、うん、頭脳面積な研究者。めっちゃいいやん。INTP は論理学者型とも呼ばれ物事の本質を深く考えたり難しい問題を解決するのが得意な研究者気質なタイプです。周りからは頭の良さやユニークな発想の持ち主として一目置かれます。置かれてるか。精神的に自立しておりどんな時でも冷静沈着に慌てず対応できるタイプです。物静かで控えめな性格で他人とコミュニケーションを取るよりも一人であれこれ複雑な問題について考えることを好みます。完璧主義で要求が高いため他者の欠点に目が行きやすく相手に批判的な態度を取ってしまうことがあります。最悪やん。長所ね、うん、落ち着いている、ロジカルな思考、冷静沈着、自立心旺盛、噂に流されない、うん、自分がある、リスクを恐れない、人に対してフェア、合理的、はい、ユニーク、言葉が面白い、アイデアマン、真実を見る。ありがとうございます。めっちゃいいやつが。短所、口だけになるね。あー、たまに非常識と思われがち。あ、でもわかるかも。腹にこもる、愛情表現が苦手。わかる。喜怒哀楽が少ない。あ、わかる。リスキーな人生、団体行動が苦手、とっつきにくい。あ、わかる。活動的ではない。わかるんご、TV って感じ。え、これあるあるだって。せっかく両思いなのに気持ちが伝わらず進展しにくい。わかるんご TV。 悩みを人に見せないので強い人と思われる。わかるんご TV。 行動には移さないのに大胆で行動力があると思われがち。あ、わかるかも。物知りだろうといろいろ聞かれるが実は世間知らずで困ることもある。だって私全然勉強できないし全く頭良くないのに勝手にみんな勉強できると思ってる、うん、確かに。向いている職業が経営コンサルタント、精神科医、大学教授、生物学者、ソフトウェア開発、作曲家、経済学者、物理研究者。すごいね、全部。テクノロジー開発で向いてないのがなんかその、うん、笑顔で人と接する仕事だったり、はい、頭を使わない、はいはい、こう淡々とした作業だったり、物の足りなく感じるので面白くないと思ったり、ね、あと大勢で協力するチームワークとか、感情豊かに表現する職業。この職業向いてるやないかい。田中側も合ってるよね。確かに頭も切れててしっかりしてる感じ、自分にないものを持ってる感じなの。あ、真逆やね。私もあんたが、私に持ってないものはあんたが持ってる系やから、この性格的にも。ほんと？うん。じゃあ次あんた行くね。はい。ENFP の性格は明るく自由奔放で非常に好奇心旺盛なタイプです。自然体でのびのびしており、新しい出来事や可能性に対して常にオープンです。アイデアを考えることやひらめきが得意で、思いついたら深く考えずに素早く行動します。思いやりがあって困っている人に手を差し伸べる性格で、誰とでも仲良くなることができます。繰り返しのルーチンワークは、ルーチンって何なの？多分言い方だと。あ、そうだね。繰り返しのルーチンワークは苦手で、繰り返しのルーチンワークは苦手で、繰り返しのルーチンワークは苦手で、止めるから。分かった。ここ言わないで。分かった。
繰り返しのルーチンワークが苦手で、地道にコツコツ続けるタイプではありません、はい、長く続けると飽きてやめてしまう傾向があります。長所いきます。優しい、世話好き、ポジティブ、クリエイティブ、穏やか、リラックス上手、共感力がある、わかる、視野が広い、好奇心旺盛、フレキシブル、企画好き、アイデア豊富。企画好きっていうっていうところはちょっと一旦ハテナでお願いします。続きまして短所、八方美人、断れない、何でもできるという、調子乗り、自分を隠す、現実を見られない、夢見心地いい、人止まり、束縛されやすい、思わせぶり、集中できない、ルールを気にしない、笑ってごまかす。恋愛は八方美人に見られるので嫉妬深い相手とはうまくいかない、結局いい人止まりや友達で終わってしまう。わかる。嫌なことを断れず都合のいい女になることもある。実は飽きっぽいところがあり恋が長続きしない。そうやね、私よく言うね、楽しさばかり求めて深刻な問題になるとスルーする。まあやないかい。明るさ重視のためにネガティブな相手とは難しい。無理。そうやな、無理無理。友達のようなカップルになる傾向があるって、うん、まあそれはぽい。向いてる職業を生かしていただきます。YouTuber、 すごっ、タレント、お笑い芸人、バスガイド、手品師。バスガイドから様子おかしいんだけど。じゃあここから行くから行く。バーテンダー、イラストレーター、コピーライター、試食販売。だからあんた運な売れる。ラジオディーチキン投げるとこいい。あれ投げるとこいけます。冷凍ね。へー。人を楽しませることにやりがいを感じるから、笑顔で人に接する仕事に来たら私と真逆。環境にも対応できるので、毎日仕事先が変わるとしても別に平気。だからその YouTube とかお笑い芸人さんとか、なんかいろんな職場に行くようなことができる。ああ好き。続きまして、向いてない職業、事務職、 IT エンジニア、会計士、警察官、公務員。だって捕まるわよもんね、どっちかというと。先生止めてまで言うこともないと思います。弁護士、司法書士、トラックドライバー、心理カウンセラー、精神科医が向いてる。無理無理無理、もうトラックドライバーで無理。多分もう寝る。ずっとじっとしちゃうし、寝ちゃうし。もうはーってなるの。え、ダメダメダメ。だからじっと座ってする仕事が向いてない。無理無理無理。あとコツコツ一つのことだけをする単調作業が無理。誰とも関わらず単独で行動するのも苦手で、喋、はい、る機会が少ない仕事は物足りないって感じるらしいです。おもろい。なんか MBTI 一緒の人だけで集まるとか、なんか相性最悪の人と会うとかやってみたい。逆にいろんな YouTuber の 大型企画で MBTI なんちゃらこんちゃらなんちゃらかんちゃらって、イエーイ。はい、ということで、まどきすぎる企画が。なのでちょっと皆さん本当にコメント欄の方で、うん、私たちそれぞれのね、なんかその MBTI に対して、タネカガに関しては INTP か ISTP かどっちかをみんなが見極めてください。こっちにも思いますとか、あと YouTuber 〇〇さんが動画でとか SNS でこう言ってましたとか、うん、もうほんとさまざまなコメントをたくさんお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、で皆さんもやってみてください。そう、みんなもやってみてほしい。で、私何やったとかさ、そう言ってほしいね。それこそジンジンのこの、 あの動画のここの発言が ENTP っぽい、田中がちゃんのこの動画のこの発言が INTP っぽい、 ISTP っぽいとか、なんかそういういろいろあのまとめ、なんかちょっと動画でなんか作って、テキテン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 、たくさん私たちの MBTI を拡散してください。お願いします。はい、以上 ENFP のジンジンと INTP の田中がでした。バイバーイ。なんやねんこれ、ほんまに。